一本一本とは、武道、将棋、プロレス等、勝負ごとにおいて、一勝負ついた、決着がついたことである。二本勝負、三本勝負もあるので、最終的な勝敗が決まったとは限らない。また、X 本勝負といった場合、X 本先に取った方が勝ちになるジャンルとプロレスなど、X 本の半分より、大きな本数を取った場合に勝ちになるジャンルがある。 空手において十分に威力のある突き蹴りが極まる。もしくは、ノックダウンを喫した場合や立ち上がれない場合、剣道において十分に威力のある打突が極まる。プロレスにおいて、ホールを取られることなどで一本が成立する。関節に、締め技が認められる。格闘技においては、タップアウトを奪うことも指す。右手を真上に上げると柔道での一本の、ジェスチャー柔道では、 1897年、日本選手勝利の3本、勝負であった。これは、現在の試合を見てもわかる通り、一本勝負では、必ずしも強い方が勝つとは限らないためである。可能自五郎の考えであった。1900年、行動間柔道試合審判規定が制定された、最も日本選手勝利の3本勝負であった。大正時代初期に、日本勝負と呼ぶようになった。 1916年、団体戦を中心に一部の試合で一本勝負が行われるようになった。1925年、どちらかの競技者が一本を取った時点で試合は終了する一本勝負となった。一本は行動間柔道試合審判規定と国際柔道連盟試合審判規定の両方にあるが、両規定による判定基準は少し異なる。 また、技ありをいくつか取った場合にも、一本勝ちが宣告されることがある。技あり、合わせて一本、合わせ技一本、または合わせて一本などとも呼ばれる。1900年、行動間柔道試合審判規定が制定された、際は何回取ったら一本になるかの規定はなく、審判の判断で技あり、合わせて一本となった。百二十五年、二つの技ありで技あり、 合わせて一本となった。2017年、国際ルールでは、技あり、合わせて一本は廃止された。2018年、国際ルールで二つの技ありで技あり、合わせて一本が復活。かつては、相手に、指導三ん及び自分に、技ありが与えられると、総合勝ちが宣告され、一本勝ちと同等の扱いとされたが、総合勝ちによる勝敗決定はすでに廃止されている。 行動間柔道試合審判規定、編集これは、選手が落ちる、脱球、骨折した場合が相当する。かつてはここまで至らなくても、審判の判断で、見込み一本が取ることができたが男子は1966年から、女子は1995年から、国際ルールに合わせる形で原則、見込み一本は取らなくなった。国際柔道連盟試合審判規定、編集相手が、 ブリッジで着地した場合は1本とみなす2014年、転がるように投げた時は1本から除外された。かつては25秒や30秒だった。かつては、締め技、関節技の効果が十分は現れた時だったがこれに、変わり、落ちた場合は1本になるが打球、骨折の場合は、審判が、戦闘能力があるとみなせば試合続行となった。剣道、有効打突も、 三勝幕末期には十本勝負が通例とされていたが、明治時代に第二本部特会で試合審判規定が制定され、三本勝負とされた。太平洋戦争中は真剣勝負を想定して一本勝負が奨励された。ありがとうございます。